今回のゲストは、ザスパ草津群馬の奈良社長とそれから奥野監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チームはどんな活動状況か教えてください。5月25日から、はい、グループ練習を再開しました。オンラインの発信と、文字での発信と映像での発信と、そしてベーシックなトレーニングのメニューを、中断前と比較すると違った何でしょう、ハーモニーを目指していきたいなと。少しその僕らから見た目でもばらけてるんですよね、コンディショニングの状態が ね、うん、そうですね。そこにやっぱり個人的に少しフォーカスしてアプローチしていってあげて、全体としてまとまっていくように、複合的に最終その再開のところにベストな近い状態に持っていってあげてね。まあ、新たな取り組みとして、まあ、若いスタッフたちがね、中心となっている、まあ、シュアグルとかですね、あとメルマガとかっていう、これはシーズンシートホルダーさんに向けたり、スポンサーさんに向けたりして、今クラブの現状を理解していただけるような発信をしていこうということ、お世話になっている、まあ、出店業者さんとか飲食関係の、お店の方、あるいはこれからつながっていこうという人たちにも広く呼びかけて、私たちが地域に何ができるか、ここから先ファンサービスって形が変わると思うんですよ、物理的なものよりも私はメンタル的なつながり、信頼、この辺をどうに構築していくかということが、大事で、やっぱ渡辺恒大ですかね、すごくファンサポーターを大切にしているような、言動が、キャプテンでもありますね、してくれてますよね。個人でもいろんな発信をしてくれてるし、うちのアカデミーにの子どもたちに発信してくれて、サッカーが上手になる方法とか、そういうの、青木翔太もそれしてくれたようなことも聞いてますので、目に見える形から今度は目に見えないことを大切にしようっていうところの部分になってくると思うんですね。ですからなおさらより丁寧に、まあ、発信していくことも大事ですし、その感謝の気持ちを伝えていくことも大切でしょうけれども、いろんな意味での転換点だというふうな認識してます。我々の心持ちが試されているのかな、まあ、その表現は直接的な部分から間接的な部分に変化せざるを得ない。でも非常にそれに慣れ親しんでるんで、寂しい気持ちはありますよね。そうですよね。ラフなプレーがあってもお互い握手してまたユニフォーム交換したりと、熱くなればなるほどお互いのやり取りが、サッカーって好き、すごく好きで、一番こう寂しいっていうか。そうですよね。奥野監督が就任した時、あそこは一つのコンサート会場だというような表現なさったんですけども、サポーターがどういうつながって応援していくかなっていう、もうこれも無観客試合が始まるんだったら始まるんで、一つ課題があるかなと思います。サポーターの応援の声が1センチボールに足を近づけさせてくれたりですね、もう一伸びするとか、もう一つ髪の毛で触れるぐらいのとこを後押ししてくれる、そんな気がするんですよね。そんな気がする。周りからのやっぱり応援に自分が持ってる力以上のものを発揮させてもらってた、まあ、それを今度は自ら反対に発揮することによって、その現場に直接いらっしゃらない、来ることができないファンサポーターのみんなに伝えていく、うん、となったらやっぱり求められるハードルが上がっただけの話だと思うんですよね、うんうん、ですからそういうそのスタンドの背後には必ずそういう人たちの姿があるっていうことをもっと鮮明に自分たちが我々が意識しながらプレーしていく、サポーターの声が聞こえなくても聞こえてもらわなきゃね。そう、ね、それぐらい、そうですね、うん、こちらが主導権を取って、はい、まず攻撃でも主体的に、うん、守備でも主体的に能動的にやりたい、そんな中で相手の例えばストロングポイントがあったらその部分は受けざるを得ないし、反対に相手のウィークのところがあれば自分たちが先手を取っていける。でも全体的に本当は全てにおいて先手を取って、うん、能動的にいきたいんですね。いやもう私は奥野監督がどういうサッカーをしていくのかすごく楽しみで、私も、ね、
当初目標を定めたところで、うん、まあ、確実に社長おっしゃられたように残留はマストだよっていうところと、50と16位っていうのはまあ変わらないですね。でもあくまでもそれは数字的な目標であって、目指すべき我々の目的っていうのは、その先には必ず応援してくださる方たちの笑顔であったり喜びが存在するわけで、そこを見失わないような戦い方を結果に左右されることなく発揮し続けていく。Jに戻るんだ、そういうことでうちの社員たちが非常に前向きに取り組んでくれて、そういう姿勢が、スポンサーさんたちやですね、周りを応援してくれる人たちの心を動かしてくれたんじゃないかなと。嘘も偽りもなく本当のことを、示して、それでご理解いただいて、まあ、いろんなアドバイス助言もいただきながら、フロント改革をしていかなきゃいけないということで、接し方、動き方、まあ言ってみれば働き方を変えてくれたということが、これが一番大きいかなと思いますよね。ザ・スパ を一緒に作っていくんだ、応援というよりも一緒に作っていくんだというような気持ちで、いてくれる方もいるんですよね。やはり私はみんなでただただザ・スパの経営陣だけでザ・スパ作っていくんじゃなくて、群馬の経営の知ってる方たち、ぜひザ・スパを応援して一緒に、スポーツ文化、サッカー文化を、まあ、サッカーから群馬県のスポーツ文化、群馬県のそういった社会づくり、人づくりを一緒にやりませんかっていう、そういう提案をしながら、うん、女子サッカーって景気の波に左右されてきたんですよ、はい、景気の波、女子だけじゃない、女子だけじゃなくて、はい、他のスポーツもそうなんですけど、やっぱ海外の強いところってどんな時も地元が支えるっていう、今後のザスパのビジョン、そこですよね、はい、だから親会社を持たないクラブも県民クラブとしてね、やっぱり地域みんなで、作っていこうよ、スポンサーさんにお金出してよ、ね、パトロン求めるんじゃなくて、一緒に、ぜひこの文化を作っていく仲間になってくださいっていうことでですね、もっと身近な存在になるようにしていただいて、俺たちのチームなんだということで、みんなが経営者になってもらいたいなと思いますね。奥野監督は鹿島の黄金時代にプレーしてた方じゃないですか。そこからこのザスパっていう、まあ、あの時は働いてる選手も多分、はい、おりましたね。来た時の何かこう思いとかあったんですか。それ現場に足を真っ白な、まあ、雪景色のところに足を運んでね、見た瞬間に勝手に心が動いちゃったんで、しょうがないですね。すごくないですか。普通逆だよね。こんな雪が多いところでサッカーできねえぜっていうのは。総合型の地域スポーツクラブで日本を元気にしよう。そんな中で J リーグの理念では、各市町村にやっぱり核となるスポーツクラブ、それをサッカーをしたいとなるクラブを作りたいねっていう100年構想、それに共感した中で、おお、ここの町でそういうことができそうだっていう、なんか感じを受けてね、これ群馬にスタジアムを作りたい、それからクラブとしても、練習場、パッとあそこ行けばザスパがやってるとか、パッとあそこ行けばジェイクエイガーとかっていうふうに、なんか拠点って大事かなとは思います。そうですね、だからそういうのをこう思ったらさ、夢じゃなくて目標にして頑張りましょうよ。そうですよね、その周りに練習場がいく何面かあって、 そこをジュニアの子だったり、女子の子だったり、ジュニアとかユースの子たちがそこで練習をしたりとかね、その周りにね、そう、一般の方がそうサッカーだけじゃなくてジュース飲みながら見てるっていう光景がこうあるといいですよね。本当そうですよね。本当そうですよね。本当見ていただける皆さんに、まあ、元気と勇気をお伝えしたい。まあ、それには我々がまず元気を表現することと、まあ、勇気をプレーで表現することは全てだと思います。表現者として自分たちが躍動する姿をみんなに、皆さんに見ていただきたい、まあ、そんな思いで取り組んでます。どうぞ我々から勇気をもらってください。頑張ります。
ありがとうございますっていうふうにほらまとまらない、コメントになったじゃないですか。じゃあ私からですけども、はい、ありがとうございます、お付き合いいただいて、まあ、貴重な時間を過ごすことができました、まあ、ご覧になっている皆様今、まあね、こういう状況で、みんなが大変な状況です。こういう時こそですね、みんながやっぱり、ちょっとの我慢と、そして大きな希望を持って毎日過ごすこと大切かなと、思っております。まあ、今日こういう機会を得てですね、監督ともいろいろまた話をできて、ザスパはまた再開に向けてですね、準備が始まっていきます。皆様とやはり正田スタジアムでですね、一緒になって、一つの監督がいつもコンサート、サッカーを通じたコンサート、いい音が奏でるように、そういう日が来ることを信じて、頑張っていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。